アイテム番号 SCP-415JT。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル、すべての SCP-415JP 実体は高機密の耐火収容室に収容し、専用に開発された耐煙中和剤の散布装置を2基設置してください。散布装置には煙感知器を取り付け、煙を感知し次第、最低2時間は耐煙中和剤の散布を継続させてください。SCP-415JP 収容室には、人間が出入りできないように出入り口は設けず、SCP-415JP の取り出しには基本的に専用のロボットアームと、二重扉の小型取り出し口を使用してください。収容室内部の各機構の点検と修理にも、この小型取り出し口から優先操作のロボットを投入して行ってください。被験者、もしくは被害者は必要なデータの取得と経過観察を完了した後に、処分してください。その際には、耐煙中和剤を用いて体内除染を行ってください。SCP-415JP を用いた人体実験は、必ず収容室と同様の気密性と散布装置を備えた屋内で行い、SCP-415JP の煙が漏出しないよう最大限の注意を払ってください。実験終了後には、実験室内部の壁、床、天井を含んだ全物品を耐煙中和剤で除染してください。説明、SCP-415JP は複数銘柄と一致する外見的特徴を持ち合わせたタバコです。外見、または触覚、嗅覚等の感覚的な判別においては通常の葉タバコが用いられているように感じられますが、実際の素材は乾燥し、着色された人間の脳組織と肺組織によって構成されています。SCP-415JP の異常性は SCP-415JP が着火されたことによって発生する主流煙、もしくは副流煙を人間が吸引した際、その人間、以下、被験者、と表記、に現れます。被験者は初吸引後、複数のステップを経て最終的に死亡します。ステップは経過時の環境、もしくは SCP-415JP の使用の有無、頻度によって分岐するものであることが確認されていますが、いずれの場合であっても被験者の死亡という結果を引き起こします。以下は、その分岐の中でも、SCP-415JP が一般社会へと漏出した場合に多発するであろうと思われるルートのステップを述べたものです。1、未解明の原因により、被験者の脳脊髄液が硬膜を透過し顔面方向へと浸透、両眼下、鼻孔、口から漏出する。その間、被験者は頭部の激痛を訴える。脳脊髄液は約2時間後に全て漏出するが、SCP-415JP の主流煙を吸引することで進行は遅効化する。SCP-415JP 主流煙の吸引を2分以上停止した場合、即座に全ての脳脊髄液が流出する。この時点で SCP-415JP 主流煙の吸引をさせなかった場合、脳脊髄液が全て流出することによる頭蓋側部の硬膜への圧力と脳そのものへの損傷による障害、出血による脳機能への障害によって死亡する。2、頭痛の症状が緩和するが、被験者は落ち着かず、強いストレスの兆候が現れる。また、被験者の軟口外部が髪型へと先行するかのように溶解し始める。被験者をこの現象を知覚していないように見える。溶解は、およそ6時間をかけて穴が後頭骨から頭蓋へ達した時点で停止。溶解による血管への損傷は、過小のような痕跡によって即栓されるため、出血は軽微。3、すべての脳脊髄液が膀胱を介して漏出。頭痛の症状が激化し、被験者は SCP-415JP の喫煙の継続について脅迫的な観念を抱き始める。この時点から、被験者が吸引した主流煙は明らかに能動的に活動し、穴を通じて頭蓋へ流入し、充満した煙が脳脊髄液の代替として脳の位置と機能を保持し始める。これ以降、SCP-415JP ではないタバコの喫煙によってもステップの進行、もしくは喫煙の中断による死亡が発生するようになる。また、通常のタバコの煙であっても、
被験者に吸引されると明らかに能動的に当該へと流入するようになる。4、16、57時間、被験者は比較的鎮静状態へ入り、頭痛も緩和される。しかし喫煙行為について依存の兆候が見られ、これ以降生命活動維持のためにも喫煙を6分以上中断することが不可能となる。被験者は睡眠欲、食欲、性欲等の必要最低限の欲求が欠落する。脳内の神経伝達物質の合成が阻害されるが、タバコの煙が伝達物質の代替としての役割を担い始める。5、被験者の言動に整合性がなくなり、認識能力や知覚能力に複数の障害が発生する。これらは煙による脳組織への損傷によって引き起こされるものと思われる。幻覚や幻聴が顕著に現れ、意味不明な発言を繰り返す原因となる。喫煙に対する欲求のみが極大化し、タバコを手に入れようとするに際しては、離脱症状に酷似した状態に陥りながらも規則的かつ知能的な行動に及ぶ。6、脳組織の一部が SCP-415JP に変異し始める。被験者とのコミュニケーションが不可能になり、精神や反応は完全に現実より乖離したような状態になるが、タバコのみを正常に認識し、知覚し次第積極的に入手を試みる。7、3、4時間後、被験者の肺が突如消失。同時に被験者の脳組織がすべて580/826本の SCP-415JP に置き換わる。当該口内部の SCP-415JP は約2秒かけて組織を溶解させつつ顔面へと浸透し、眼眶、鼻孔、口より一挙に放出される。全 SCP-415JP の放出後、被験者は死亡する。被験者の脳組織の変異または置換によって発生する SCP-415JP の素材に用いられている脳組織、肺組織の DNA 鑑定を行ったところ、すべての実体が異なる人物の DNA の素材によって構成されていることが判明しました。これら実体の中には、被験者の DNA と一致するものは見つかっていません。また、SCP-415JP 実体の DNA に一致する人物についても未だ発見できていません。ポイ、被験者の精神面における SCP-415JP の影響と、脳組織の活動との因果関係、運動機能と認識能力への影響の調査の一環として、複数の被験者に2時間ごとのレポートの筆記と提出を行わせました。それによって、被験者ごとの完全隔離状態での実験であったにもかかわらず、全被験者においてステップ5状態での記述が部分的に一致している点が指摘されました。以下は、部分的な一致が指摘された抜粋箇所です。被験者、B-415-04 状態、ステップ5、筆記用具の保持が困難であったため、指先をインクに浸して筆記させた。筆記内容、兄弟たち、煙、何も見えない、真っ白なタバコと、煙幕がにゃーとなく、中略、コアの暗示がよく響く。これが善良だと、まだ見ぬ兄弟たちが囁く。全人類タバコ人類、焼きすぎ注意。被験者、B-415-05 状態、ステップ5、眼球運動に障害、認知症の兆候を示す。筆記内容、形状が騒ぎ出す、兄弟が林立て、ゆらりと揺れる、兄弟たち、真っ白な兄弟、パンチカッターの刃がぷたりと私の首に、にゃーとタバコたちが叫んでいる、飛び散る雫が私の兄弟、彼らの兄弟、それがよし、彼らが見守る、全人間タバコ人間、ケームは、被験者、B-415-06 状態、ステップ5、無意識的自傷を行い続けるため拘束。筆記は口述のもの、口述内容、兄弟たちがすべて見る。ここ、咳、コニッにたたたた耐えなき山、今日もよろしく、真っ白、7秒沈黙、歯を3度噛み合わせて鳴らす、兄弟たちがにゃーと、咳、揺らめく、中略、今ここに罪あり兄弟あり、咳、彼らが私たちのうちより少数、16秒沈黙、あげお、聞き取り不能、人の死が兄弟たちを育む、兄弟の、咳、
の視線、咳、視線、28秒間の咳、が視力を突き破る。中略、コアが示せ、王と、我ら善良と罪悪、人の死と、全人種タバコ人種、病は気から。これらの記述が SCP-415-JP の直接的作用によるものか、SCP-415-JP によって脳組織が損傷することによる間接的作用によるものかについては、現在研究とさらなる実験が進行中です。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。